ということでね、これ飲んでみたいと思う。非常酒、酒で仕込んだお酒ですね。水で仕込むんですよ普通。これを飲んでみたい。山形県で買ってきました。珍しいみたいね。このメーカーは結構面白いことやってるらしいね。じゃあ飲んでみます。これ初めて人生だよ。よしよし。瓶がね、瓶がいいって言ってたんだ店主が。おお、ほんとだ、こんな感じだ。変わってるね。日本酒にしては色がすごいね。ポンってタイプだ。ポンはなかった。ポンのタイプだけど、はい、乾杯。うん、なるほど。あのね、奈良漬けですね。あの前飲んだことあるんですけど、7年ものの日本酒飲んだけど甘みはなかった。7年経つと。これはまだそこまでは使ってないだと思うんですけどね。浸かるっていうのかな、日本酒として熟成されてないと思うんで甘みが残ってますね。うんうん、まあ奥が深い味。じゃあ食べてみます。いただきます。うん、粗挽き胡椒がね、ピリッとしてうまい。豆の歯ごたえがいい。歯ごたえでちょっと思い出したんですけど、歯医者に行ったんですよ、木曜日で。俺いつも歯医者行くときは席が2つあって1つ空いてるんですよね、必ず。で先生にやってもらうんだけど、今回は虫歯の方がいて、で自分クリーニングで助手の方にやってもらったんですけど、この1年ぐらいね、俺先生以外にやってもらってなかったの。血だらけになりましたね。言われたよ俺、何々さんちょっと出血してますね。いやいやいや、あんただからでしょって。先生だったら出血しないから。助手の方はね、性格いいし美人だけどね、ちょっとね技術があんまり良くない。うちの職場でそこ行ってる人いるんだけど、やっぱりね血だらけになるって言ってたね。